田舎町で理髪店を営む向田康彦、都会から帰ってきた息子和正、店ば建て増しして同じ空間にカフェを作るんや。何がカフェ？ありふれた田舎町で巻き起こる騒動の数々。動かんでよか男よ。もうちょっと気持ち入れていけば。俺が負け犬や。あんませばバカにしとるわ。新郎が逃げ出したってことになったら大事ばい。マドンナの娘がスナック始めたらしい。年上の男性が好きなんですよね。え、ちくさは沈みかけの船ばい。沈む船かどうかやってみらんとわからんやろ。俺たちだって現実が厳しいことぐらい分かっとる。でもなんかやりたいんよ。やっぱりいいよね、昔の友達は。甘さんか！負け犬だい、俺は。お父さんのことやったら心配せんとよか。ちくさじゃ、プライバシーも遠慮もあったもんやなが。街は変わっても変わらない人々がここにいる。向田理髪店。